はい、どうも T.T です。引き続き開拓サバイバル島デラックスやっていこうかなと思います。肉も木もだいぶ溜まったでしょ。木なんて今多分これね、赤になってるからマックスなんだよね。いやー溜まったね。さあ木使っとっか。研究ね、研究しとこう。どうしようかな。獣の餌いっぱい作っとこう。どんどん仲間にしたいからね。20いこう。よし、いけ、頼むぞ。さあで行きましょうか。電車と電車島、今日ここ終わらせたいねということで向かいます。さあやってきたぞ。このボスか。なんかここの島のボスって言ってたもんね、国王みたいなやつが。よし、勝てるかな。11レベルってこれ平均11レベルにすれってことなのかな。だとしたら足りてないんだけど1人しか11レベルいねえ頼むぞお前ら。よし行け、気合い入れていくんだ。途中なんか仲間にできそうなやついたらしようぜ。え、水戦えなくないそれ。てか馬車引きずって、馬車じゃねえな、なんていうのこれ、馬がいない馬車みたいなやつ、なんていうのこれ。よく引きずって、ドーナツ弱いよこんなの。多分一瞬で終わる。ほらこういう無駄なダメージ食らいたくねえな。いいよいいよ、ああいう敵いっぱい出てきてくれたら全然勝てるぞ。さあ何を拾う、瓶ヘルプミーみたいなやつ書いてあるやつね。あれ、ああ、え、ドーナツしか出てこないんだけど。全然余裕、こんなのも自動攻撃で全然やれる。メカいい体力100超えてるのいいよね。ああいいいい、メカ強いな。強いってか、まあ、経験値ってか、あ、 HP あるのはでかい。まあ、踊りの素早さすごい助かるんだけどね、やっぱり。さあお前どんなやつだ。お腹すいた。いや違う、いやなんか見た目、相手もフォーク持ってるから一緒にご飯食べてみたいなってるから。戦って戦って。さあメタボリン、メタボー。あ、旅の方、この辺りに私の食事があったんですけど、目の前食べたけどな、ちょっと探してくれません。なんでよ自分で探せ。あったあった、あったんだお前のフォアグラからどういうことうまいのかそれ。ってことでじゃあちょっと強さを見てみようか。もう邪魔なやつらを倒していきたいな。うん、あーうん、まあまあ強いね。一旦ねっていうか、一回仲間にしたら相手の HP ゲージ出るっぽいんだよねこれ。だからメタボリンは多分俺仲間にし、多分てか仲間にしてるから両サイドこれ HP が出てるんだと思う。よし倒した。アオドリ強くない、一人も殺されずにやられた。フォアグラー勝利しました。うわめっちゃ経験値もらった。なんか俺強くなったか、全然いけそうだな。さあこの島は、でもこれで終わりじゃないよね。あの星ってか、ハートの数、ハート星の数から見たら完全制覇余裕よ。さあどう広がってく。肉もらいました、鉄鉱石もらいました。そうだな、武器強化もちょっとしてかないとな。病院作れんのかな。うん、帰ったら作ってみよう。どうしようかな、一旦回復した方がいいかな。でもボスってか敵の前で寝れたらいいんだけどな。マジでこの島で寝かせてほしい。どうしよう、一旦帰ろう。一旦ちょっと回復ちゃんとして病院も建てていこうかな。さあ、え、何ここ、何これ、この建物めちゃめちゃ都会じゃん。何何あれ、何出たの、しびれ洞窟。絶対しびれるじゃん分かりやすいな。まあペッタンが、ペッタンじゃない、ペッタロが回復してる間にじゃあ病院立ってみよう。病院ってなんだろう、病院、回復量が上昇する。そうか、じゃあこの辺立つ方がいいのかな。ここら辺のね、メインのやつらがいる間、いるところね。
なんかでもこの道路沿いにした方がいいのかな。いや難しいんだよねこの建物建て方が。木も必要だし、うん、こっち側も観光、一大観光スポットにしてんだけど、回復ってことを考えたらここでいいのかな。ここに建てたいけど、ここでいいや。よし。あ、ペッタラもう回復した。こんにちは、私は鬼ヶ島からは遠く離れた砂漠の王国でここをやっています。砂漠の国王、砂漠島、そんな島もあるんだ。最近どうも石油の出が悪くなったなと思ったら、至る所で猛獣が悪さをしているようでいろんなとこで猛獣暴れてんな。金に寄りをかけて猛獣狩りに出たところ、私もあっさりと迷子になってしまい、迷子、こうして救難信号を出していたところでした。助けてお、え、こっちが広くなった。え、まだまだ広くなるな。すごいすごい。ってことはあの洞窟でもう終わりなんだ。またしても救難信号をキャッチできました。早速島に向かいましょう。電車とあと1個だね。星、星じゃねえや、ハート。先に電車と行っとこうか、レベル上げも兼ねてね。よし、行ってみましょう。さあ着きました。いや戻らない戻らない、せっかく来たんだから。そうか、あとこの洞窟だけだな。しびれ洞窟行ってみよう。行けるだろ。ボスとか出てくるかな。何この建物マジで。大規模、大規模ビル。へえ、こんなのも後々建てれるようになるんだね。大工屋みたいのに下に洞窟のシーン出てきて何かわからんくなって、スーパーマーケットみたいなね。出たードーナッチー、こらー。さあなんか出てきたぞ。なんだあいつ、恐竜か。強そうだな。勝てるかな。てかこの洞窟結構長い。 100% 来るまで結構時間かかったな。まあでもそのおかげでレベルも結構ね上がって結構高くなったでしょ。なんだあいつマジ強そう急に敵のレベル強くない？見た目だけね、分からんけど戦ってないから。さあやるか。洞窟を明け渡せ。ビリモン、ビリモン、ビリンコ、バチバチ、袋。よし、いけ。よい、強い、強かった。やっぱレベルの差で2人大怪我しちゃった。まあでもメカがレベル上がったのは嬉しいな。メカでもねあんまり攻撃力高くないな、武器が悪いかな。さあこれでもう 100% だね、この島は。さあ完全制覇やってやりましたよ。12個も宝箱見つけてる。なんか変わったの入るかな。少ないです。あ、宝箱がなんかあんのか。なんだ、灯台の研究いるか。灯台電車灯すべて解析しました。さあお前らどうだ。感謝してる、感謝してくれ俺に。ん、洞窟。いやいや帰る帰る、もうめっちゃ死んでるからみんな。なんとあの屈強な猛獣たちを全部追い払っていただけるとは思っていませんでした。ありがとうございました。これからも鬼ヶ島と共存共栄をしていきたいです。おお、下手に来てくれるんだったらうちは構いませんけども。つきましては私たちの島を選択して投資を選んでいただければ必ずやお役に立てると思います。お待ちしておりますなんで俺から金取ろうとするかな。ちょっと投資見てみようか。投資たっかたっか観光客が増えるかも。まあじゃあ100ぐらいやっとくか。あ、お金いつの間にかすげえ溜まってる。こっち側どうなってんだろう。収穫、よし。あ、カゴ、カゴゲットしたね。研究でカゴを手に入れました。収穫するときに取りこぼしなく持ち帰って収穫量が増えそうです。なるほどね。島の開拓 100% 弱って世界無人アイランド協会から祝いの品が届きましたよ。大事に使っていきたいですね。技本、雷、技を覚えさせるのも重要なんだろうな。あ、投資って1箇所ずつしかできねえんだ。砂漠島行こうか。じゃあ次は開拓も無事に終わってますし、電車等との貿易を発展させませんか。うん、
貿易が向上すれば私の店の取り扱う商品も良くなりそうです。いや知ってるよ、ちょこちょこそんな言われんくても。いや結構増えてきたね。世に数ある便利な消耗品を多く集めたその功績をたたえ、ここに表彰します。これからもどれだけ多くの装備品を見つけられるか、今から楽しみです。いろいろ表彰してくれるな、あの人。装備増えた俺。道具装備。いや木の爪やないかいずっと、あ、おー、なるほどね。住まいの環境、ん、なんだこれ。なんかいろいろ作れるようになったぞ。命の巻物、バーベキュー場、松明、バーベキュー場。ちょっと一旦じゃあ回復の間町作ろうかな。はい、ここにバーベキュー場作りました。あ、車島投資金送りました。800も送りましたよ。なんで助けてやってマジ金も送らなきゃいけねえんだよってすげえ思ってるけどね。投資のおかげもあって貿易金の行き来がとても良くなりました。おかげでうちの商品品揃えが良くなりましたよ。本当かよ、前回なんかそれで全然良くなってなかったような気がするんだけど。スチールの槍全体に攻撃プラス9、これは強い、これは嬉しい。ただお金がないうわマジかよ、今買い物しちゃったよ。うわ守備力16だって、でかっ。守備力16か。でもこれさ属性もプラスでついてた方がいいんじゃないって思うんだよね。そんなことないのかな。まあそうか、はまらなかったらあれなのか。このなんか2711とかって何なんだろうね。 MP50 特技を多く使えるアクセサリー、伊達メガネ、え、俺持ってるな。これいいのか。高いってことはいいんだろうな。筋力書、4コマ漫画鳥持ち本。これさ 30% じゃすぐ死ぬんだよね。なんか 50% くらい回復するやつ回復作ってほしいわ。まあ、ちょっとお金もないので行くか、島、砂漠島行くぞ。未開の地、誰か住んでるかも。いやだから住んでんのよ、助け求められてんだから。さあ行きましょう。そう着きました砂漠島。暑いですね。砂漠とは聞いてましたがここまで暑いと、あ、敵炎属性多いかもな。この暑さにやれる前にサクッと探検出ちゃいましょう。そう、ここ絶対砂漠でしょヘルプボス。うわちょっと勝てる、うわレベル12か、いけるか。なんか海の敵で結構強いね、鉄砲ウナギってやつに結構なダメージ食らったんだよね。だけどまあそいつ仲間にできたんでよかったかなと。砂漠か、絶対敵熱いやつだな。じゃないと嘘だよな砂漠なのに水属性とか。あでも火属性とかではなさそうだな。あそうだね、何の属性もないやつだ。青鳥死なれたらマジで困るな。うわ、あでもよく聞いてる、いいね。あいやいいじゃん、相性いい。いやどうしよう、だけど生き返らせよう。ここはあるよね、ない買ってこよう。これ出先で買い物できるのマジで助かるな。さあ回復させました、金も結構使ったけどね。なんだ岩いもん、岩だって。いやいいぞ、相性がいいこいつら。ただ敵もまあまあ強いな、やっぱりもう岩いもん仲間にしてえな。弱れ弱らんな、死んじゃうかな。うわこれは死んじゃう強いのよ、いいことだけど。
さあさあ来ましたボス、チクリートか、はっ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 は、ザリガニかと思って油断しただろういや思ってね、サソリだと思ってるよ私の尻尾の針の餌食になって後悔するがよい。強そうだな、こいつ。でも属性絶対水、あの火とかだろうから弱いと思うんだよね。弱いっていうか、まあ冷たい息とか俺効くと思うんだよね。やってこう。ペッタローなんてね、全体に氷攻撃があるから、これはハマるだろう。うわ強っ、6、うわ青鳥死んじゃったよ。もう生き返してられないな、アイテムがない。頼むぞ、これで食らってくれ。よし、よく効いてる、よく効いてる。うわ強っ、戦わなきゃよかったいやすげえいい、強かったな今の。いい魔法手に入れたな、特技。さあ助けたぞ、完全制覇して5個も宝箱もらったぞ。鉄鉱石、鉄鉱石、鉄鉱石はね、武器強化の時に使うらしいね。風力発電が建築できるようになりました。そんないろいろ作る場所もねえんだけどな、うちの島のスペース悪くて。なんかエリア狭いね。どうしようかな、一旦帰ろうか。青鳥も死んじゃったしね。危うくサソリっぽいやつらの美味しい餌になっちゃうとこでしたよ。お金はいくらでもあるのに助からないなって覚悟していましたまあな、お金の問題じゃねえからな、サソリからしたら。ありがとう、島の問題が片付いたら観光の船を出そうと思います。ではまた。お、広がるね広がるね、ピラミッドあるね。なんだあれ、あの上についてるの、アイディアみたいなやつなのか、ひらめきみたいな、電球ピカンみたいな感じかな、っぽいね。ん、誰か出てきたな。え フリーザが初めに乗ってるやつみたいな感じになってるね。あの男です。あの謎のマシンに乗った男が我々の島を大いに荒らす真犯人です。おや、ついに真犯人にたどり着いたようですね。一体何者か分かりませんが、早速向かいましょう。羊さんマイペースだな、戦ってくれるのに。あ、こいつ鉄砲なぎ仲間にしたやつ。私の引っ越しが完了しました。前々からこの家を狙っていました。とっても快適な住み心地です。住めばナマコです。ありがとう。この住めばナマコって何なんだろうな、みんな結構言ってくるんだけど。っていうか強さどうだ、強さ見てみようか。鉄砲うなぎ、あーまあまあレベル1だからな、28の9 13 71。あーでもランク2はいいね。メカレランク3なんだ、ペッタローと同じランクじゃん。あーだけどもうそうか、レギュラー陣はみんな星2以降か以上か、でレベルも高いからな。賢さって何かに使うんかな、だとしたらビリボンがちょっと弱いけど、まあいいだろう。なかなかにレアなメダルをこれまで保有した、その功績をたたえ、あ、またたたえてくれんの。お金が全然足りねえな。お前んちどこだ、 あったあった、どうぞ牧場にしてください。肉がめっちゃあるな。先ほど無事に家にたどり着きまして、5000ヘクタール自宅を漁っていたところ、別にヘクタール言う必要なくないちょっとした自慢してくるじゃんなんだお前、羨ましいな。まあでも土地が広くても家めちゃめちゃ狭いかもしれんからな、そんなことあるかい。鬼ヶ島の古い地図が出てきました。あ、広がる。これによると開拓されてない土地があるみたいです。ではまた。なんと鬼ヶ島に土地が隠されていたようです。いいぞいいぞ、広がれ。そういう広がり方するんだ、大森山脈。
あ、さらにこっちも広がるの？え、めちゃめちゃ広くなるじゃん。いや、仲間にするにしてもさ、広げたかったんだよね。ロングビーチ、船着き場も一つ発見しました。灯台元暮らしとはこのことですね。早速探検出かけたいですね。うわ、めちゃめちゃ広くなる。ただ繋げてほしいのよ俺は、こういう橋を作ってね。ここ繋げてほしいわ、橋を開発してほしい。この島開拓先にしたいな。砂漠島はね行きたいけど、まだちょっと。これさ、クルマ島って車島じゃん、車で、こっち電車じゃん。小さってなんだろうね、小さいから小さなのかな。ここは別になんか車両で一括りにしてやってこうぜっていうことではないのかな。この車と電車だけなのかな。いきなり砂漠になったしね。ここら辺の島は行けるわけじゃないんだな。うん、関係ない。いや絶対ここでっかいの来そうだね。ちょっと回復したらやっぱ、まあ、先にこっち広げようかなね。そうしようか。よし、回復したんで行きましょうか。じゃあ大森山脈から行けるだろ。行け、レベル上げも兼ねてやっとけばね、向こう行った時にいちいち帰ってくる手間が減るのがいいよね。ここだったらまあ死んでもすぐ自分の島だから近場だし、また行きやすいしね。うん、どこ行く、どこ行く、どこ行く、なになに、こんなところ行くの。さあ普通の島だね。なんだなんだ、あ、アイテムかな。あー、鎌、強そう。一角ゴリラ2、弱え。一角ゴリラ弱え。あ、でもランク2あるよ。仲間にできたらしたい。さあ来い、一角ゴリラ来い、仲間になれ。何ラン気に入らなかったようだ。ただ俺は知ってるぞ、このゲームは確率っていうこと知ってるからな。粘ればいけるはず、粘ればいけるはずだ。いけーゴリラ来い。お、来た、いまいち、まだいける、まだいける。よし、いいぞいいぞ。青鳥がもうやべえ。いけゴリラ、よし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 、粘ってればいけるはず。一角ゴリラ強そうじゃない。攻撃力15もある。攻撃力でかいの助かるな。 HP も高いしね。防御力はちょっと装備でなんとかしてもらうしかないな。いやでも使えそうだぞ。一角ゴリラはね、もうゴリラでいい。はい、ゴリラにしました。ゴリラの家もちょっとじゃあ建てといてもらおうかな、いるやつらにね。ゴリラここら辺でいいか。いやーこれ絶対仲間が順調に増え、うまく探検ができているようですね。まだまだ仲間を増やせますが、そろそろ別れたい獣も出てくるかもしれませんね。あー、別れるとかっていう選択肢もある。引退するのにもいろんな道があるといいのですが。なるほど。私も引退する仲間のことを心配していたところでした。引退って別にさせなくたってね、そこら辺のもん取っといてくれてるからいいんじゃないの。では師匠としてこの島に何匹か残れるように道場の研究をしてみようと思います。師匠としてこの島に何匹か残れるように。すでに一つはこっそり完成したので差し上げますね。道場、道場って何、どういうこと、師匠としてってどういうこと、どこ、ん、設備か。道場、通うと経験値をゲットする。あ、へえ、そんなのあるんだ、いいじゃん。通いやすいところだな、みんなが。うん、よし、ここにしよう。てかこれ建物向き変えれないんだな、これ。ちょっと待ってよ、一旦回復させとくかな。青鳥回復させよう。うわ、なんだコブロス A、 強そうなのいっぱい出てくんな。いや、ランクそろそろ3来てほしいな。2って悩むな、本当に。みんな2だからな。ゴブロスどうだ、守りを固めてくるパターンね。それ、そっちにとってのメリット1個もねえけどな。
どうだ、うわ体力まあまああるな。どうしてもねやりすぎてね倒しちゃうとき結構多いんだよね。こういういきなりクリティカルヒット出たりとか。あ弱ってきた。メカ殺すなよ殺すなよ殺すなよ。よしよしいける。4個足りるか。コブロスいけ。よしよし、おーいいぞ。どんどん増える。こうなってくるとその引退で言えば星1のやつ引退させてもいいかもな。コブロスはそのままでいいよ。ゴリラとコブロス後でちょっと強さゴリラでけえな威圧感半端ねえな。あ岩キング来たね。岩だねさっきの。あえこれ仲間にできるかな。星3、星3は欲しい。ちょっと狙ってってみよう。星2はまあ先に倒しちゃおう。うわ倒しちゃった。いや強すぎた青い鳥が強すぎた。さあ私の引っ越し、いや違う、お前のゴリラの引っ越しはいいよ頑張ってくれ。さあ広がるね。完全制覇、早の巻物、土の原石、病院の建設。あれ病院の建設って出てなかったっけ。さあどう広がる。住めるかな、まあ、住めるとこ増えてくれりゃ別に引退させなくてもいいんだけど。いやまた使いづらいなんでなんでよ、何よこの建物。どう家建ててくのよ、山も邪魔だし。引っ越せお前らまとめて。おさらにそっち広がるの。どんどん広くなるじゃないの。名水の産地、すごっ広がるね。洞窟もできる、涼しい洞窟レベル18。ここはまだまだ先だな。よし、こんにちは。鬼ヶ島に広い産地が発見されたと聞きました。電車島国王来たね。有効な貸しに海を渡る線路の建設が島民の投票で可決されました。お、しかしながら資金が多少足りません。よろしければ我が島への投資に交通の項目が追加いたしましたので何卒ご協力お願いいたします。橋渡れ作れるのはめちゃめちゃ嬉しい。作りたいからこことかね。はい、ということでじゃあ今日のところはこれぐらいにしましょうかね。うん、次回はまあこの島、鬼ヶ島の拡張と砂漠島行けたらやっていこうと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。